ぐらいだし。ってことで、挨拶適当すぎってことで、なんかね、前回ですね、バサギリやら、バサバサやら、ボサギリやらを、なんか探しに行けってことで、お、あらあんた、いいところに、ねえ、漬物石を探してるの手伝ってくれない？漬物石？あれ見たことあるっけ？じゃあちょっとこれはさておき、まあ、バサギリをね、取りに行きましょう。取りに行くというかね、探しに行きましょう。まずはこの人かな？この人なんか赤毛の子孫って聞いたんだけど。あたしくん、ラベン博士、お話を。私くん、君はバサギリだ。バサギリのこと、荒ぶる理由を含めて調査するのですね。はい。ですが、バサギリは強いです。ピンポケ来たね、そういえば。バサギリに襲われた警備隊がモンスターボールを投げたのですが、全く捕まる気配がないとのこと、気性が荒いのとも違うようです。捕まえてそいつ仲間にできるんかな？捕まえられるやつなんか、確認する。極めて危険な任務だが、受けるのだな。まあ、任してください。はい。みんながね、なさすぎに、よろしい。君に情報を提供する。極秘任務だね、極秘任務。混合団、真珠団にとっては、キングと呼ばれるポケモンは、神王様のお使い、お使い、キングが好むとされる場所。キング場にお供え物を捧げ、感謝するお祭りを行うという。なんか難しそう。では、バサギリへのお供え物の材料が分かれば、何かしらの対策になるかも。ケシ、かわいい。ケシ、長期になる。私、話があるんだよね。ヨネ姉さん。そうだれだ、奇跡か。いいか。時空の先目の向こうは神王様がいるかもしれない。あ、そうだ。青い人が、混合団のリーダーで、右がそのキャプテンだね。そして混合団が崇める神王様は時を司る存在よ。これ多分ディアルガだと思うんだ。あんたが時空の裂け目から落ちてきたということは、時を超えた可能性があるってことだ。そんなすげえあんたに頼みたい。バサギリだが、調査はもちろん、とにかく沈めてくれねえか。関さん、今まさにその話をしていたのです。みんな真剣な表情だね。ラベン博士も今日ふざけてないよ。お、あんたが噂の学者先生だな。やっぱあれなんだ。博士はなんか海外から来たとかなんかね。で、さっきの続きだ。森キング、バサギリは、真珠団が崇めるポケモン。あいつら、真珠団としては、てめえたちで何とかしたいだろうし、銀河団には頼みづれえよな。それに俺たち、混合団も同じ悩みを抱えているよ。ごめん、なんか声枯れてるわ。遠い山では、混合団がお世話するキングも荒ぶり出してよ。確かに、混合団と真珠団は揉めていた歴史がある。だがよ、同じ質位で暮らす以上、問題はみんなで解決しないとな。ああ、そういう協調性はあるんだな。ただ、強いポケモンと戦えるようなすごい奴はそうはいない。あんたが頼みの綱なんだよ。綱なんだよね。バサギリがいるのは奥の森の先。巨木の戦場。かっこいい。キャプテンの名前は、キクイ。キクイ？頭の切れる子だが、ちょいと間抜きなところもあってね、天然ってやつか。大好きなバサギリのことなら、聞かなくても何でも話してくれるさ。なるほど。めっちゃ詳しいからその人になんか戦い方を聞くんかな。とにかくよろしく頼んだぜ。あんたなら大丈夫。じゃあな。この人イケメンだよな。なんか、今作で一番、なんかイケメンだと思う。話すだけ話したら消えましたね。なるほど。時間を大事にするのですね。時間に厳しい人たちか。無理だな。関さんたちの言う通り、バサギリの調査をするのでしたら、居場所に向かうのが一番ですね。巨木の戦場でしたら、できたばかりの高台ベースから向かうといいですよ。そうだ。
放牧場によって連れていくポケモンを選ぶのも大事ですね。あー、そっか。ちょっと牧場行くか。材料拾えなかったポーチがすぐいっぱいになる。お前さん、そんな経験があるなら、俺の話を聞きな。損をさせないぜ。ああ、じゃあ聞こう。すごい、傘。この人メインキャラかな？この人結構話しかける。収納術を学べば、さらに多くの道具をポーチにしまえるぜ。どうだ？収納術を学んでいくか？すごい。どこでもドラえもんのやつだ。指導料は100円だ。マジ？マジ払わないといけないの。ワイドアリー！では、ちょいと耳を拝借。私はポーチに道具を1種類多く収納できるようになった。1種類？ 1 個じゃな、1個ってこと？ほらよ、収納次第でたくさんの道具が入るだろ。ポーチにもっと道具をしまいたいなら、一段上の収納術を教えるぜ。あ、教えて。いい。おい！増やすな、おせめえ。牧場に行きます。牧場どこだろう？これが牧場か。おはぎ。放牧場では捕まえたポケモンを預けたり、手持ちのポケモン変更したりできます。さて、ポケモン預けていくかい？あー、じゃあこれで、みんな悪いけど、ちょっとビッパね、さすがにここまでいらないから、一番レベルや高いやつ置いて、レベル9が2体もいた。いや、でもしょうがないね。不安って連れて行きたいな。唯一のゴーストタイプだからさ。不安ってと、あと誰が、石粒ってか。でも、ケムッソね、進化させたいから最初ケムッソがいいな。ケムッソで行くわ。で、場所なんて言ってたっけな。なんとかの巨なんとかって、俺巨しか覚えてない。巨人の巨があったのは覚えてる。あれ？あんたさっきもあったな。お元気ですかー？すげえ。あ、ウォロじゃん。ヒギ、早めん撮りの術はこの使いこなしてますか？そういえば教えられてたな。忘れてたよ。とにかく、いい傷薬をどうぞ。調査隊がポケモンを調べることことで飽きないのチャンスも増えるでしょう。いわゆる先行投資でございます。何もらった？お、傷薬。いや、この人にはすごい差になってるわ。いい傷薬。そういえば、傷薬も作り方知らないとな。それでは自分遺跡を調べますので失礼しますね。どこだろう？どこの遺跡だろう？あ、ここだね。で、なんか目的地を示してくれてるんで、そこに向かうだけでいいんだよね。いやー、マジ助かるなー、それ。ここ道具箱か。じゃあ行こう。なんかいろいろサブミッション多いな。泥棒しか、今ちょうど持ってないから後で見せるね。ちょっと話しかける人多いな。今日はね、とりあえずバサギリを倒したい。あ、じゃあ、ついでにだな。ついでに、道具をクラフトしないとね。どうやってクラフトするんだっけ？これか。あ、そうだ。石をもら、手に入れないと。石どこら辺にあるかな？わ、目的地遠いな。目的地めちゃくちゃ遠いな。あと700歩以上歩くの。いやー、大変。それまでポケモンゲットなしか。でもこいつらはな、今んとこ、一つ星でやれてるしな。多分二つ星にあげないとできないストーリーもあると思うから、その時はね、ちゃんとやろう。テッパー。いくよ。はい。なんかね、前回わかんなかったけど、これを壊すことで、もう一つのモンスターボールの材料になるそうです。
ついでになんか進歩系も探そっかな。こいつは、コロボーシね。ほい。いけ。ナイスー。これでモンスターボール10個もらえるね。あとは、あれも、いいね。いけ、デッパー。いいな、この道中で。あの、モンスターボールの材料集められるのは。ついでにボングリも集めときたいな。なんかこういう木の実の木とかはさ、たびたびやんないと。あ、外した。おー、ナイス。あ、クラボの実か。なんか状態異常もちゃんとあるんだな。あ、そっか、前回毒状態になったわ。ってことはあれもやっとかないとね。ふい。ナイス。あ、ムックルだ。おりゃー。おっそ、飛べよ。お、何の花だ。あ、いや、あ、でも待って、こいつ欲しいな。でもいいポケモンいねえな。やべえ、俺、岩タイプに対していいやつがいねえわ。でもちょっと待って、石つぶて、やりたいことがあるんだわ。ねえ。あれ?あった。クラフトモンスターボールをそろそろ。15個、あ、いいね、15個。あ、よかった、よかった。え、やべ。戦うしかねえよな。まず、あいつはどうだ?あいつはどうだ?あ、無理だ。もう無理だ。しょうがねえな。行くぜ。あいつにいいのは、とりあえずテッパだな。テッパ!頼むぜ。後ろ取れるとなんかいいみたいなんだよね。石粒って多いな。いやー、あ、でも噛みつくある。よかった。これで、マシにできるね。待って、この石粒ってたちはどうなんだろう?攻撃してくんのかな?あー、やめてやめて。これ3対1じゃん。デッパーいじめたぞ。これ。あ、でも様子伺ってる。やばい、3対1。こんなことある?ま、電波はいいや、とりあえず。いけ。よし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 。あの、みんな勘違いしないで、電波はモブキャラじゃないからね。俺が守るわ、電波。俺に任せろ。オッケー。じゃあ、こっから投げよう。モンスター、ボール。頼む、入れ、入れ。入ってくれ。いけ。いけ。よしよしよし、よかった。ちょっとね。なんか石粒ってたくさん捕まえるといいらしい。お?まだ?あ、デッパー。これって、これって逃げられんのかな?一体捕まえられればもういいんだけど。あ、やばいやばい。これ以上ダメージ与えると、ワサギリに負けるわ。逃げよう逃げよう。逃げられるよね、これ。お、これ使おう、これ。なんだあいつ?あ、ムックルか。図鑑集めはもう、あー、デッパどうしよう。あー。いやー、ちょっと石粒ってまずいな。石粒ってにいいポケモンいねえんだよ。多分石粒ってには石粒ってでしかいけない。でも石粒ってさえさ、地面タイプの技持ってないから、勝てねえんだよな。あ、ここにもそっか、ベースキャンプ建てたんだったわ。なんかいろいろ忘れてたな。なんか回復してくれねえかな?回復してほしい。あ、休む、いいね。これが、おー、じゃあ少しだけ。あざす。少しだけだと?あれか、みんな。あ、でも全回復した。すごい。いいね。初めて回復したかも。結構頻繁に回復できるんだな。待って、これ落ちたらまずいよね。え?でも向こう行かなきゃだよね。落ちてみるよ。あー、待って、待って。目の前が真っ暗になった。うわー、なんかいろいろ落としてった。あ、ダメなんだ。ああ。
ここからか。まあ、そんな変わってないけど、ああ、でもなんかいろいろ落としちゃったね。悲しい。ああ、みんななんで先に行ってくんねえんだよ。お落ちちゃって、目の前真っ暗になっちゃったじゃん。さすがにあの高さは死ぬって、ちょっとこの高さすらちょっと飛び降りたくなっちゃうね。危な。ちょっと怖くなっちゃった。じゃあ不安定にやってもらおうかな。これはボングリでしょ。よしよしよし。ちょっとボングリ大事。あ、ついでにあれも。どうせなら出っ歯がいいね、みんな。お、プロセクトがいる。え、でもレベル高いんじゃない？大丈夫か？え、大丈夫あいつ。え、怖っ。あ、ダメだ。え、あいつレベル高いよね。ちょっと待って、やめようやめよう。あいつやべえわ。あいつ怖い。あ、出た、元気のつぼみ。パラスか、パラス、新ポケだから、とりあえず捕まえようか。えっ。後ろ取ったんじゃない今の。あ、でもレベル高いね。え、不安定とすげえ差があるな。どうしよう、ポケモン変えたい。ムックル。あ、そうだ、眠らせて。よし、当たった、よく当てた。眠らせ、あれ動く、あ、よかった。なんで眠ってねえんだ。違う、違う。あれこれどうやって入れか、あ、そういうことか。ZR か。風起こしじゃ一発かな。い、頼むよ。あー、当てちゃったか。まあ、早技ならワンチャンあったかもしんない。キノコ持ってる。ちょっと後で捕まえに行こうか、パラス。なんか遠いね。めちゃくちゃ遠い。じゃ、ここ、誰狙われてる。いやー、うわ、なんで頑張れ。お、これドックじゃん。ん？なんだなんだ？なになに？あ、これ？あ、パラスじゃん。いや、危ない、危ない。危ない、危ない。なんだあいつ、めっちゃ狙ってくるじゃん。ちょっと狙ってくるやつ、やだ。コルトックどう？あ、いいね。ワンチャンある。え、あいつ、ゲットできたら強いぞ。よし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 。マジで？あ、なんか心強いやつ仲間にしたわ。え、いいね。え？あいつは、ムクバードじゃないですか。あ、ダメか。逃げろ。でもこれ戦わないとレベル上がんないもんな。レベル上げするか。こいつは火の嵐で行こう。火の嵐。やばい、ムクバードか。レベル16。レベル高えんだよな。半分受け取った。どうしよう。あ、でも転がる動いてる。いけ、転がる。おい、マジかよ、お前。当てろよ。あ、小三家消えた。どうしよう、どうしよう。逃げまーす。逃げまーす。無理でーす。でもこれ、戦闘しないと無理じゃない？さすがにレベル高えな。てか、向こうくいたよ、今。よしよしよし、さすがにそんな効かねえか。で、電気ショック、頼むよ。いいね、半分以上。おー、しかも出にくくなった。動くな、動くな。いいね、いいね、いいね。これでレベル上げしよう。ムクバード倒しやすい。比較的倒しやすい。あ、ついでにボングリも。今回コリンク大活躍かもしんない。いいね。あいつ、ムクホークだよね。明らかにさ、レベル違いすぎるやついるよね。うわ、やばい。ここ降りたら死ぬわ。また目の前が真っ暗になっちゃう。バサギリまでちょっと、遠いな。すげえ遠いな。
これなんかあれなんだね、ワイルドエリアみたいにレベルが段違いなやつもいるんだね。ちょっと気をつけよう。だったらパラセクトを相手にしなくてよかったわ。はい、ありがとう。あ、鉄のかけら？そんなのもあるんだ。確かあれだ、元気のつぼみ、傷薬使うのに必要だから。お、こいつこっから投げてみっか。ふいっ、あ、くそ、全然届かねえ。これでしゃがんで近づいて、どうよ。お、いい、手応えあり。いいね、すげえ、でっぱっぱゲットした。戦わなくてもあれなんだね、ゲットはできるんだな。でもでっぱっぱを相手にするのはちょっとまずいから、あいつね、耐久が強いからちょっとめんどくさいんだよね。あいつでかくね、あいつでかくね。なんかバトルはしなくてもゲットはできそうだな。でもなんか目赤いよ。やばい、あいつ目赤い、目赤い。あいつ多分相手にしちゃダメだ。あーお、あー、頑張って頑張って。え、マジで、泳げねえんだが俺。くそ、このゲームでも俺泳げねえのかよ。こんにちは、こんにちは、ペッパさん、こんにちは。いきまーす。怖え、超怖え、あいつ超怖えよ。でも多分あいつよりね、全然バサギリの方が怖いんだろうね。どこにいるんだろう、この川をたどっていけば。お、進歩系発見。あいつどうしようかな。鉄板ならいけんじゃない、お前、違った、不安定か、不安定ならいけんじゃない、ゴーストタイプだから。コダックがいる。待って、ってことは、はい。どこにいんの？コダックどこにいんの？そこかぁ。あ、コダックだ。コダック出てくるんだ。あ、雷の牙覚えた。いけ！いいね。あ、強い！ナイス！ゲットしたかったけど、まあいいよ。レベルを上げたい。とりあえず。あ、進化可能？ん？待って、進化可能って書いてあった。任意で進化させられんの？いいの？任意で。てか、レベル14で進化なんだ。レジェンズだとなんか早いんだね。進化のエフェクトかっこよ。しかもシルエットになるの。あ、進歩系だからか。おー、かっこいい。ついにムクバードに進化した。ってことは、あ、コリンクも？あ、じゃあ、進化することでさ、結構図鑑もタスク溜まるんじゃない？いいね、かっこいいな。これ無駄にかっこいいな。妖怪ウォッチみたい。やったー。あ、じゃあ、ムクホークとレントラーが楽しみだね。ちょっとこの2体は最後まで取っておこうか。で、ケムッソ。こいつ名前変えた。あ、名前変えられんだ。名前変えようかな。ちょっと動画外で変えときますね。あ、これ、レベル12になってたけど、2段階進化するかな。結構レベル上がりやすいんだね。ケムストと不安ってさ、てか、ケムストなんてレベル、4だったのに、もう12になった。進化。マユルドか。あ、じゃあ、よかった。ちゃんと、あれ、いるんだね。なんだっけ、毒ケイル。あ、俺、毒ケイルか。いいね。いや、いつかお別れするときは、武蔵と毒ケイルみたいになるんだ。あ、やったー。あ、頼もしくなったね、一気に。なんか仲間が一気に頼もしくなった。ちょっと、デッパの名前だけ変えていいっすか。ちょっとね、この名前がね、馴染みあるね。でっぱ。はい。よーし。いや、ついでだから、気づかれないように、コダック捕まえちゃおうか。
なんかいるけど、向こうの小田君にしとこうか。そこだ。まあ、届かねえ。はい。え？あー、待って。気づかれた。くそー。俺モンスターボールめっちゃ無駄にしてる。あ。いいのいた。いいのいたじゃん。もうこれ不安定で行こうか。最初はモンスターボール投げて、どうだ。いいね。ミミロル。で、ついでに、あいつも捕まえとこう。はい。くそー。届かねえ。はい。はい。え、なんでそんなに届かない？あー、くそ。もう、ま、めっちゃ届かねえじゃん。なんか距離感がわかんねえな。はい。うわ、危ねえ。コダック恐ろしいな。ああ、じゃあ、アゲハントも見たいな。まあ、うちに結構キムッソいたからな。暇があったら見よう。あ、これ多分サクランボの実じゃない？いけ。ああ、レベル上がるの早いね。やっぱレベル17とか倒してるからかな。あ、でもそっか、ゲットするだけでも経験値もらえるんだっけ。あ、じゃあ、あいつな、ゲットしとこう。いけ！踏んづけてやるよ。おお、素直じゃねえか、コダック。ちょっとさ、ここで捕まえた奴らの方がレベル高えな。ちょっとこいつら使う？一つ星って確かレベル20までだよね。言うこと聞くのって。こいつら使う方がいいと思うんだけど。でも今あれだね、牧場じゃないから。こんにちはー。誰だ？こいつか。なんだっけ。俺は真珠団のキクイ。ワサギリを世話するキャプテンだね。なんか子供っぽいね。ズバリ、君はワサギリに会いに来たね。はい。わかるのだよ。強くてかっこよいワサギリが、さらに強くかっこよくなったからね。さらに？だけど合わせないね。今のワサギリは強すぎるからね。戦うんじゃないかな、この人と。先日の雷はおそらく神王様の力。それを浴びて強くなったのだね。おー。なんかいいね、そういう雷食らって強くなる感じ。そこをなんとか。なんと、君のワサギリへの熱い思い。低いにも響いたね。を認めてくださりました。いずれにしよう。君の思いは無関係。カイさんからきつい食いわれてね。誰もバサギリに近づけないからね。キクイ自慢の相棒、ヌメラと共に追い払うからね。相手します。ムカムカするね。忠告で追い返そうとしているのに。ああいうこと聞かないやつは嫌なんかな。俺もだ。ヌメラ、時のヌメラ。お、出たこいつ。なんだっけ、ドラゴンタイプで最弱なんだよね。こいつ可愛いなぁ、見た目。もう油断はしないで。とりあえず眠らしちゃおう。モサップパラス眠んなかったんだよな。誘われたか。誘われただから。あ、間違えた。ちょっと待って。いやぁ、ポケモン買いたいな。ちょっと毒ケール使おうかな。いけ、毒ケール。頼みを毒ケール。すごい邪魔。すごい邪魔なところにいる。あ、でも技そんな強くねえな。体当たりかな？体当たりしかなくない？いいね、半分与えた。泡攻撃、危ない。俺が危ない。俺すげえ邪魔になってない。え、二回攻撃？いいなぁ。二回攻撃なんてできるんだ。じゃあ次力技やらないか。てか、まだ力技ねえな。なんか毒針しかなさそう。ヌメラだけね、よっしゃー。これレベルも結構上がってるし、案外うまくいくんじゃない？な、
なんたる。負けたけれど、忠告の続き、今はあってはいけないね。ほんで、バサギリは本当に危ない。近づくとガンガン殴りかかってきてね。いや、凶暴化してんだ。いつもならお供え物、二つの好物をバサギリにあげれば、嬉しそうに食べて落ち着くのにさ。キャプテンの俺ですら、好物をあげたくても暴れ回る。バサギリには近づけないね。いや、俺も近づけねえな。よそ者の君には無理な話だね。じゃあ帰りたいんですけど。お、帰る。バサギリや怪しシの先祖は、神王様より力を授かり、ポケモンや人を守ったとされている。私たち真珠団も恩恵を受け、翡翠で生きているからね。なんかもともといいポケモンたちだったんだな。カイさん。こいつが団長だね。バサギリが強くなった、というが、あれでは厄介者だよ。雷を浴びせたとしたら、偽りの神王様ではないのか。金剛団が崇める偽りの。バサギリは私たち新時代にとって大事なポケモン。なんかあれだな、時のなんとかに言い方良くないよね。よそ者に任せるのではなく、私たちでなんとかしたい。ああ、この人は責任感を感じるね。そう考えてはいるが、荒ぶるバサギリは一刻も早く沈めねば。襲われる人やポケモンが増えれば、金剛団や銀河団とも、揉める。どうする?おい、空から落ちてきたやつ。銀河団であれば、なんとかできるのかね。まあ、レベルも上がってきたしな。これ、ポケモン同士を戦わせるんだよね。そしたら相手さ、レベル20とかなんかな。ワサギリの好物はキクイと私で用意する。お前は広い、翡翠を駆け回っても何とか解決法を見つけてほしい。え、俺はどうしてるんだ?お、アルセウスフォン。どうしたアルセウス?不思議な力で一瞬でベースキャンプまで移動できます。マジで?すげえ、ワープ機能?いいな、アルセウスフォン。あ、じゃあ戻れってことか。あ、これ便利!めっちゃ便利!いいね!あ、今俺がいるところか。あ、これから行くところだね、やっぱり。はい。あ、よかったー。博士、私くん、バサギリの調査は順調だったりしますか?おう、いいよ。なるほどです。何が?バサギリは好物を食べておとなしくなると。研究室に行って、試案するとしましょう。私くんも来てください。案外ゆっくりでいいんだな。おー、5体も捕まえた。本当はもっといたんだけどね。まあ、しょうがない。ちょっとポケモン、モンスターボールクラストしなきゃな。俺結構無駄にしてんだよね。ああ、でもいいね。ちょっとこの動画内でできるだけポケモンゲットしたい。これさ、バトルしなくてもゲットするだけで経験値上がるのってめっちゃいいよね。私くんが新時代のカイさんや、ウィくんから得た情報によると、荒ぶるバサギリですが、二つの好物を食べると落ち着いていたとのことです。二つの好物の組み合わせによって生まれる香りが、成分が、バサギリを落ち着かせる、沈める効果を発揮するのでは?ですが、荒ぶるバサギリにはいつも世話をしている。キャプテンですら近づけないと。試案しますので、しばらく時間をください。集めた資料の中に何か手がかりがあるはずです。じゃあ、博士に任せるか。なんか落ち着かせる薬とかを。わさぎりの好物俺忘れちゃったな。言ってたっけ?ああ、ちょっと暇トークするな、てめえら。博士が考えてんのに。ひらめきましたー。お、すげえな、博士。投げるのです。私くんは投げる才能に優れていますからね。マジで、ちょっとそれ嬉しいな、初めて言われた。わさぎりの好物を投げつけるのです。なるほど。なんとなく分かったよ。モンスターボールを作る技術で、二つの好物を玉にするのです。例えばなんかモンスターボール以外にさ、なんかオレンの実とかも、投げられるものが結構あったんだけど、あれ投げられるのかな?ラベン玉ではないのですか?
そのネーミングですと僕が投げられることになるのです。ちなみに2つの鉱物は真珠団が用意してくださるのですね。はい、まあちょっと何か覚えてないけど、私真珠団に教えるためにも巨木の戦場に戻らないとですね。巨木の戦場でしたらまずは高台ベースに向かうのがいいですね。ああ、でもまたあそこに行くのか。いや、行くか。結構時間あるな。本当、ダッシュ忘れるの悪いってことや。自転車欲しいよね、自転車。お、ヨネ姉さん。銀河団本部、大した建物だよね。そういえば、金剛団と真珠団、どこにあるんだろう。よ、あんたにいい知らせさ。説明も煩わしいからさ。立花台ベースってところに行くよ。あれ、あんた行ったことなかった。お、獅子神様。怪しいか。怪しいだ。ベッキー。キュレーン。なあ、声かわいい。怪しいに語ったのよ。私ってやつが、荒ぶるワサギリを沈めるために、原野を駆け回ってる。しかもそいつは金剛団でも真珠団でもない。時空の裂け目から落ちてきた迷い人なのによ。ってな。そうしたらご覧の通りよ。ちょっとこの怪しいし生意気だな。ありがたいだろ。怪しいしはあんたを認めたんだ。だったらよ、上を渡すべきだよな。いやね、頼んだぜ。大事なことを教えるからよ。耳を澄まして聞きな。俺も吹くんかな。難しそう。横になんか穴とかあるんじゃないんだ。泣いてるみたいだ。ヨネが鳴らしたのは神なぎの笛。怪しいを呼び寄せ、乗せてもらうための大事なもの。神王様から授かったと伝わる、神なぎの笛、あんたに譲るぜ。あ、あざーす。神なぎの笛、特別なポケモンを呼び出し、乗せてもらうことができる笛。不思議な音色を奏でる。これって怪しし専用なんじゃないかな。いいんだよ、俺には笛の才能がねえから。今の旋律、あなたも奏でるんだよ。できるかな。コツとかあんのかな？ジャイロ操作ついに来る？うまい！私うまい！あ、そんなにいいんじゃない？あ、でも怪しがね、喜ぶからね。あ、思ったより声いかついな。怪しは私の旋律を心に刻み込んだ。屁こいた？今屁こいた？怪し。かわいい不思議のプレートを受け取った。あ、これ、あれだよね。アルセウスに使うやつだよね。怪しいってエスパータイプだったんかな。さ、神なぎの笛を吹き、怪しい様と駆け回りな。巨木の戦場にいるバサギリを沈めるんだよね。怪しいと失踪すれば、原野のどこに行くのもあっという間よ。なるほどね。怪しいが自転車代わりになるんだ。あれこれ、前々回も言ったような気がする。プラスボタンでライドポケモンを呼び出す。ライドって言うんだ。ポケモンの力を借りることができます。あ、じゃああの笛って怪しいだけじゃないのか。じゃあなんか海を渡るポケモン専用とかいるんかね。いや、ちょっと回復してこうかな。あ、ここでなんか夜とか指定できるんだ。じゃあ、動画外楽にできるな。おお、一瞬で出てきた。すげえ、カードゲームみたい。これさ、こいつで飛び降りたらどうなの？おい、怪しいし。いや、違う。あれはね、俺が悪いんだ。俺が悪いよ。怪しいしを一回殺めてしまった。俺、一回怪しいしを殺めちゃった。ごめんよ、怪しいし。俺のせいで。
面白かったな。ちょっとさ、パラスとかゲットしたいんだけど、気づかれないようにゲットするか。降りて、ちょうどあるね。あ、気づかれた。あ、間違えた。いや、パラス欲しいんだけど、そこにもいたのか。びっくり。ちょっと毒の粉怖えな。怪しい。ちょっとパラスめっちゃ怒ってくるんだよな。怒らないでほしいよね。あれってか。ああ、そっか。下に降りなきゃか。ここ飛び降り。川に飛び降りたら、あ、でも、あれだ、泳げないんだったわ。俺が泳げないんだったら、怪しいしても泳げねえよな。あ、ちょうどいいんで。よく、サムスト。こいつの名前、サムストにするか。いいね、サムスト偽。あの、ポケモンルビーではね、アゲハンターだったんだけど。あー、ちょっと、モンスターボールめっちゃ欲しい。ついでに向こうも。やべえ、ムクバードいる、怖っ。届くかな？えっ？ち。ナイス。え、マジ？お前何してんの？危ない危ない。こいつ怖えんだよな。こんにちはす。こんにちはす。あいつ倒すとなんか、いいことあるかな？いや、あるとは思うけど、まだどういうメリットがあるかっていうのが分かってないな。ちょっと、ボングリ欲しいね、ボングリ。あ、あった。えい。はい、ナイス。あ、これ、ボングリじゃねえか。何なのみか。これも、のみで、ちょっとね、どれがどの木か、わかりづらいな。まあ、いいや。とりあえずバサギリ倒しに行くか。これでもう戦えるんか。あ、ごめん、過ぎたわ。え、これいけんの？いけない。あ。おお、怪しい。前足どうなってんの？どこに足乗っけてんの？え？なんでそんな後ろ足で乗ってる風にやってんの？怪しいし、かっけえな。ごめんなさい、皆さん。一人実況なんでね、なんかついつい、ちょっと自由になっちゃうんですよね。やめようやめよう。ストーリーに集中しよう。バサギリを沈める三段、銀河団に建てられたというのかね。まあ、主にラベン博士がね。何？バサギリの鉱物を投げつけやすいよう加工する、丸くするとかか。なんて着想。銀河団が持ち込んだ科学の力ってすげえ。バサギリに鉱物を食べてもらえるなら、俺も手伝う、さ、作る、るとするかね。いいね、この子。ほら、キクイ、私を待て。あ、出た。この子ちょっと堅苦しいんだよな。約束通り、バサギリの鉱物、コロコロ豆を持ってきたよ。コロコロ豆っていうのか。あ、申し訳ないね。カエさんのこと忘れていたね。私たち新時代の問題、解決できないなら、銀河団に任せるしかないけれど。だが、本当に任せてよいのか、という思いも悩みにあるんだ。銀河団と私たちとでは、風習も考え方も異なるから。銀河団結構何でも受け入れそうな感じするよね。ポケモンを刺激して戦うようだけど、私にも兄弟とも言える頼もしいポケモンがいるからね。またバトルすんの？ウレーシア？グレイシアか。石粒って持ってくればよかったな。すげえ。場違いのポケモンおる。いけっかな、毒ケイル。頼むよ。レベルは17高っ。でもさ、あ、そうだ。デッパッポ持ってくんの忘れたわ。でもまあ、バックには日の丸入れるしな。毒の粉する？毒の粉する？いいね、これ必ず当たるのかな？毒を浴びました。いけるよ、いけるよ。いや、いいね、めっちゃ減るね。すげえ攻撃してくる。
そうなんだよ、体当たりまだなんだよ。欲張り力技ラッキーどうだろう。でもさすがにやられるな、体当たり。いや全然食らわね、毒毒の方が食らってるわ。あーグレイシア上。じゃあ火の嵐レベル一番低いな。あれなんでだろう。頼むよ火の嵐。いや俺が守ってるからお前は攻撃に集中しろ。火の粉いけ。お前俺のギリギリ通すね、危ねえな。よっしゃよかった。なんかこの回ってキャラ、この団長なんか人気キャラになりそう。なんかこういうさ、他の人と雰囲気が違う女の子ってみんな好きになんない？銀河団の三段とは何？好物をどうするのか教えてくれる？食べ物を投げるという。ちょっと良くない。あの、お供え物をよく投げるというね、良くない発想が、ラベンから出たわけだけども。うん、なるほどね。沈め玉とも言うべき発明だね。沈め玉？名前変えていいの？うん。荒ぶるバサギリのため、魂を込めて沈め玉をお作りしよう。見た目、なんか超草餅見え。あ、草餅だ。なんかおでんに見える。すげえ、おでんくん。山盛りの沈め玉バサギリも落ち着くだろうね。あい。あのカゴの中でなんか世界があってさ、一人ずつなんか取られてくんだろうね。おでんくん。僕行ってくるよって言って、なんかおでんくんね、人のお腹の中に入ったら、なんか最終的には戻ってくるんだよね。元の世界に。森キング、バサギリ、お祭りの時期ではありませんが、お好みの食事を整えました。出てくるのか？天と地の間にて。働きたまう我らのキングよ。お姿を、あ、感謝の気持ちを捧げます。お姿を表したまえ。とばり引くときの、あたし、バサギリに注目して。大事なのは回避だよ。技を回避して、沈め玉を投げるんだよ。え、ポケモンバトル中に、俺にも攻撃して、グラッシャー。あいつちょっとファンキーな感じするぞ。なんだなんだ、グラッシャーって言ってグラッシャー、やっぱ知らないポケモンだ。マジで知らないポケモン。これ新ポケだよね。これなんかのオリジナルってことある？キスインの姿沈め玉を、バトルじゃないんだ、これ。キングに隙が生じた時にポケモンボールを投げることで戦闘もできます。あ、そこでダメージまた与えるんだ。あ、オッケーオッケー。え、怖っ。ちょっとまずはさ、あいつを見たい。お？マジ？はい。はい。はい。怖っ。はい。はい。投げまくるでいいのか。無限に使えるもんね。ちょっとこのキーを使って。ね。あ、早い。動き早いわ。どうす、このキーがね、いい盾なんだよな。あ、範囲広そう。かまいたちじゃない。怖っ。超怖、かまえたちじゃん。あれね、手まりね。かまえたちの術、あいつも使えんのか。怖い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 、くんになるよ。やば。俺、どういう心境でこいつと戦ってんだろう。沈め沈め。てか、ポケモンボール投げられねえな。まだ、まだか。火が強えんだよな。俺、柱目になってね。すげえ、俺唯一の木刀術使いじゃん。斧に当たるだけでもいいんだね。あ、多分ね、かまいたちに気をつければ大丈夫だな。お、やべ。うわ、うわ、逃げます、逃げます。怖
怖え、超怖え。ちょっとダメージ食らっちゃったな。なんか食らいすぎるとね、ダメなんだって。いけ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 。多分3回が限界かも。なんか変わってない？はい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 。これ、順調なんじゃない？ダメージ回復しねえかな。俺のこのやり方合ってるかな。なんかそんなかっこよくねえんだよな。火に守られてるんだよな。でもこれがね、まるでメイドインブラックよ。あれ？間違えた。メイドインブラック。なんでもいいや。やべやべやべ。動いたら終わり。でもここなら、はいはい。学べ。学べよ。おっしゃ、あぶねえ。バトルはしなさそう。あ、じゃあボス戦？ボス戦はこんな感じでやっていくのか。お、これで本当の姿が現れるのか。じゃあこいつはなんだ？こいつさ、ああ、光ってたから、あ、なるほどね。ああ、デッパが進化で可能になった。でもデッパっぱいるからいいや。あ、じゃあこいつ仲間にできるんかな。わさぎりからタマムシプレートを受け取った。あ、じゃあ怪しし、みたいになんか、助けてくれるのかな？あ、そっか、ここの神だからね。俺の手下になるわけにはいかないか。なんなんだ？バサゲリーの全身から光が消えていった。森キング、バサゲリー、静まったと考えていいのかね？多分。やはり不思議な雷が、バサゲリーの力の源だったな。そっか、そういえばなんかビリビリしてたな、多分。私の考えはこう。先日、時空の裂け目から不思議な雷が落ちた。やはり、バサギリはあの雷に打たれ、荒ぶったのではないだろうか。時空の裂け目。やはり、時空の裂け目の向こうには、神王様がいらっしゃって、不思議な雷は、そのお力なのかね。これ、リアルガかパルキア、どっちもゲットできるんだろうか。どっちかしかゲットできないんだろうか。喜んで沈め玉を作った俺が物分かりいいようで、とんだま抜けではないからね。ぷんぷん。かわいい。ふい、落ち着いて。森キング、バッサギリは、真珠弾を襲うポケモンを、退けてくれるありがたい存在。本物の神王様の覚悟を得たなら、意味なくポケモンや人を襲うなんてありえないでしょう。だから、私さんが、出したことは大事なことなんだよ。混合団とも、銀河団ともことを構えずに すんだよね。ありがとう。他にも荒ぶって苦しむポケモンがいたら、救ってあげてよ。この人もだんだん理解してくれるようになったんかな。少しばかり取り乱したけれど、君には感謝だし、スルッとしますかね。真珠団からのお礼よ。あ、笑顔いいね。失礼なものを言いようした。お詫びと感謝を込めて。何プレートだい？プレートじゃないか。お盆のみか。これ俺が食いてんの、自分で食いたいな。あなたの相棒も元気にするね。大事な何時に挑んでくれてありがとう。おー、じゃあこれで今回終わりかな。あなたが空から落ちてきたこと、私も信じる。なぜ落ちてきたのかはさっぱりわからないけれど、一件落着だね。だけどね、ここだけの話、また荒ぶるバサギリを見たいよね。え？だってあの強さ憧れるからね。荒ぶる見たい？え？何言ってんだこいつ。こいつは何を言ってんだ？え？おい！出てこい！ガキ！あのガキどこ行きやがった？なんだ？何の伏線なんだあれ？調査が進んだようですね。報告をお願いするのです。そういえば何も捕まえてねえな。あれ？なんか更新されてたな。ああ、二つ星までもうちょいだな。お、おろ。
空に消えていく光にキングを沈めたのですね。おや？それはもしかして、プレートではありませんか？ちょっとお借りしますよ。はい。そっか、アルセウスのやつだから文字が刻まれていますね。宇宙、生まれた場所、そのもの、始まりの場所。神話の一部のようですが、どうやってこれを？怪しし、と、バサギリから今んとこね、怪ししに認められたり、荒ぶるバサギリを沈めることで、プレートを受け取ったというのですか。例えばどうやってもらったんだろう？あいつらどこにも持ってたんだ？おお、血が騒ぎます。推測ですが、このようなプレートは、翡翠各地に散らばっているのでしょう。すべてを集め、文字を読み解けば、何かの真実がわかるのかもしれません。この人は、結構なんか考古学者だったりするのかな。恐られる好奇心、素晴らしい。これこそが人生です。では、この人いきなり出てきてすぐで、なんか行くなぁ。これさ、なんかあれだよ、多分、押し上げないと次のストーリー進めねえよな。この動画で全然やってないから、多分ね、これ以上はいけないと思う。目標ができたね。次二つ星になるっていう動画がいてね。あ、この人じゃないか。上か？上だな。多分団長だね。団長！あれ、誰もいない。うん。大義であった。話はすべて聞いている。見事な荒ぶる場さぎりを沈め、皆の安全安心を取り戻したのだ。お前は空から落ちてきた。得体の知れぬものにもかかわらず、銀河団のために働いた。多少は認めようではないか。多少なの。もっと認めてほしいな。だが、終わりではない。他のエリアでも荒ぶっている、キングたちがいるという。そっか、キングはバッサギリだけじゃないんだ。でも、調査せよ。ことぶき村の役に立て。話は終わりだ。調査隊は芋づる艇だな。お前も行くといい。達成！よかったー。次のあるポケモンだけ聞いて終わろうかな。ムベさん、いつもの芋餅、今日も3人前プリーズです。あと、美味しいものがあれば、どんどん持ってきてくださいね。噂で持ちきりだぞ。バサギリと対峙して、無事だったとは運がいいことだ。私くんは準備をしましたし、戦いの中でバサギリの動きを観察したのでしょう。努力の積み重ねによるビクトリーです。すごいことですよ。なんかこの3人が一番馴染むな。私の頑張りで、私たち調査隊も安心して任務を行えますね。さらにこれはどうでしょう。ムベさんに教わってレシピにしたのです。どれどれ。私は目隠し玉のレシピを手に入れ、お、目隠し玉？俺使ったことあったっけ？バサギリに襲われる心配もなくなりました。牧羊の原野で暮らすポケモンたちを調査するのです。はーい。あれ、まだムービーある。私。え？待ってたよ、私。私、ユラ。よろしくね。なんだこの子。あのね、とても大事なお話があるの。ちょっとついてきてくれる？なんだこの子、妹？え？妹？妹もこの世界に来たん？実は私、あなたの妹なの。のね、ここだけの話。翡翠に災いが散らばったの。私のせいなんだって。数百年前、翡翠の地に災いを起こしたものが封印されたの。あ？なんだ、災い起こすやつって。だけど、どうしてだか封印の不思議な術が解けちゃった。このままだと大変。お願い、私、解けた封印を元に戻して、
信じられないって言ったら、ちょっと子供に対して傷つけるからな。どうするの？ありがとう。信じてくれるんだね。私は助けてくれると思ってた。この子誰なんだ？俺のこと知ってるっぽいぞ。私に金名刺を渡し、お？なんだっけ金名刺って。聞いたことあるな。私は金名刺を手に入れた。ああ！ええー！これストーリーで出るのかな？次のストーリー？封印されていたたくさんの灯火が翡翠に散らばったの。灯火は全部で107個。え？おお！金名刺は散らばった灯火を集めるための石。金名刺を持っていれば散らばった灯火も見えるはず。この子なんでこうやって見てんだ？怖っ。大変だけど全部集めて。近くにも散らばった灯火があるはずだよ。ほら、見えるでしょ？あの灯火に触れてみて。さっきまでなかったよな。やば、この石に触ったことで、見えるようになったんか。呪われたのか？俺もついに。ミカルゲ。ラスボスミカルゲ説、なんかいいね。燃えるね。あれ。ミカルゲ、そっか。ミカルゲ結構なんか歴史に出てくるポケモンだしね。ともしび、ちゃんと金名刺に取り込めたね。この子はミカルゲのこと知ってんのか？私にお願いしてよかった。ともしびの場所が知りたければ私に聞いて。あと、ともしびを集めたいなら、お礼をするから。ここで待ってるね、私。あ、これサブ任務なの？わかんねえなぁ。メインじゃないんだ。え？でもなんでこんな大ごとに？翌日。待って、気になる。サブ任務の方が気になる。銀河団の散髪店、ハイカラだね。お、あんた。荒ぶる森キング、バサギリを沈めた、あたしだろう。この子は？そうかな？ちゃんと横に。有名だからごまかせないよ。神王様にゆかりあるキングを沈めた恐れ知らずって。びくついている人もいるのもな。ああ、じゃあそれで昨晩の子供も、俺のこと知ってたのかな？あの私、ひなつ。これは自分がひなつってことかな？俺がひなつ、俺&ひなつってこと。ごめんなさいね。無駄なことを喋っちゃダメだって。今度合団のキャプテン、特技は神結い。よろしくな。男の子かな？でもひなつか。男の子か。あ、ごめん。電木さんに話があるんだ。じゃあね。メイン任務、ひなつの悩み。いや、これで一旦終わります。まあ、いろいろ気になることが多いね。ミカルゲのことも、あと伝説ポケモンのことも、まあこれからのね、ストーリーも。これから電木さんに行くんだけど、また今度にします。バイバーイ。